ファンの皆様、本日も水浴競馬場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから2014年シーズン JBC や岩手競馬開幕セレモニーを行います。まずはセレモニーに先立ちまして、この開幕セレモニーにご臨席いただきました来賓の皆様をご紹介させていただきます。まず最初に一般社団法人、岩手県馬主会会,会長山本武史様でございます。 水沢信用金庫理事長欧州相葉の会会長及川文人様でございます株式会社 IBC 岩手放送代表取締役社長鎌田英樹様でございます株式会社テレビ岩手代表取締役社長楢崎賢治様でございます株式会社 岩手メンコイテレビ代表取締役社長佐藤茂樹様でございます株式会社岩手朝日テレビ代表取締役社長富永健治様でございます株式会社 FM 岩手代表取締役社長村田紀正様でございます岩手県競馬組合議会議長 佐々木博史様でございます岩手県農林水産部長小原俊文様でございます欧州市議会議長佐藤修光様でございます森岡市副市長佐藤光彦様でございます 森岡市議会議長金澤陽介様でございますそして競馬モール株式会社代表取締役社長木村美樹様でございます以上の来賓の皆様のご臨席を賜っておりますそれではただいまから開幕セレモニーでございます岩手県競馬組合副管理者小澤正樹が開幕宣言を行います おはようございます岩手競馬は開設以来今年が50年を迎える節目の年となりました平成26年の岩手競馬のテーマは「夢をつなぐそして絆をつなぐ」そして「夢をつなぐ」と「絆を結ぶ」「夢をつなぐ」ということでお集まりの皆様のですね思いを岩手競馬にお寄せいただきながらいよいよ50年目を迎えた岩手競馬 まますます発展するように願いを込めてただいまより平成年26年度岩手競馬の開幕を宣言いたしますよろしくお願いします、えー、開幕宣言でございました続きまして騎手を代表いたしまして岩手県長期会手部会会長村上忍が騎手宣誓を行います 先生、私たち騎手一同は設立50周年を迎え絆を結ぶ夢をつなぐというスローガンのもと岩手競馬の未来へ希望をつながるよう全力で騎乗することを誓います平成26年4月5日機種代表、村上騎手、えー、先生でございました それでは、ただ今から岩手県競馬組合副管理者小澤雅樹より岩手県長期会岸部会会長村上忍へ今シーズンの岩手競馬のスローガン絆を結ぶ夢をつなぐのもと一生懸命レースに臨む騎手への激励の思いを込めましてステッキの贈呈でございますえ小澤副管理者村上騎手、どうぞ前にお越しくださいよろしくお願いします はい、えー、それではステッキが渡されたところでございます熱いレースどうぞお楽しみください、えー、ファンの皆様今年度もこのファンの皆様からの熱いご声援どうぞよろしくお願いを申し上げます以上をもちまして2014年シーズン JBC や岩手競馬開幕セレモニーを終了いたします皆様ありがとうございました